どうかな、どうかな、どうかな、動くかな、動いているかな。こんにちは。動いていますかね、これは。あと動いていますか、聞こえている、聞こえているかな、見えていますかね、どうだろう。え、始まってるっていう、今始まっています、今から今から始まっています。あ、こんにちは。あ、よかった、見えている、聞こえている。あ、こんにちは。本日もちょっとゲリラでね、ゲリラで配信をすることにしました。前回の動画のね、後半ではお話しさせていただきましたが、まあ、ゲリラ配信であれば、ちょろちょろと、こう、配信ができるかなっていうお話ししてたと思うんですけど、ちょっと今日のこのタイミングだったらお話しできるなと思ったんで、よし、じゃあやれるときにやってみようということで。うん、今ね、ゲリラ配信をさせていただいております。うん。で、本日も、前回みたいに、皆さんのそのご質問に、とにかくこう、答えていくっていうのにしようかなって思ってるんですけど、先にちょっとね、お金の話だけしておきたくって、それだけ先にさせてください。うん。本当にね、今日ゲリラで、皆さんに、こう、配信させていただくから、ただただ、前回みたいに、すごい、こう、質問に答えていくあれがすごい好評だったんで、じゃあ、それやろうって思っている、いたんですけど、そしている、そう思ってるんですけど、ちょっとお金に関しての、なんていうかな、面白い話が今日たまたまあったんで、なので、あ、これはちょっとみんなにシェアした方がいいかなって思ったんで、ちょっとそれだけ先にお話しさせてください。ふんふん。みんなお金好き？どうですかね？お金好き？どうかな？お金。お金の話好き？そうそう。あ、はーいって。あ、好き。あ、よかったよかった。じゃあ、あ、好き。あ、よかったです。あ、それだったら、またノリノリでお話しします。まあ、ちょっとタイトルにちょろっと書かせていただいたんですけれども、私自身がちょっと今日お話ししてて、ああ、そういえばこういう部分も気をつけてたから、お金の流れっていうものが、やっぱりすごくこう入ってくるっていうか、その循環が良くなったんだなってちょっと気づく、そういうちょっとお話があって、で、それをちょっと皆さんに、お話しさせていただきたいんですけど、今日実は、私、打ち合わせを何件か、こう、ちょっと、まあ、してて、で、そのうちの一個のその打ち合わせでですね、たまたま、そこにいらっしゃった方に、じゅんちゃんってお金支払うの異常に早いよねって言われたんですよ。私、異常に早いんです、マジで。これ、たくらくんさんもわかるよね、一緒にいるから。すごいよね。私多分すっごいドン引きされるくらい早いんですよ。請求書が来るっていうのがあるじゃないですか。そしたらもう秒で払うみたいな。それが数千円であろうと、数万円であろうと、数百万、数千万、金額関係ないんですね。金額関係なく、とにかく、じゅんちゃんって人って、何日までに支払ってくださいねっていうところの、その支払いっていうものの期日っていうものなんてすっ飛ばして、払ってくださいって言った瞬間に払いますよねって言われたんです。うん。で、その話に、こう、なった時に、なんでそんな早いんですかって言われて、私だったら、その方が言ってたのは、私だったら、若干、その、払うっていうものをちょっと躊躇しちゃったりだとか、あとは、後回しにしてしまうっていうことが起きるのに、なんで、なんだ、純ちゃんっていう人はそんなにね、早いタイミングで払うんですかって言われて、で、そこで、私が自分でそこに回答しながら、ああ、そういえばこういうところの意識もちゃんと持っておけばお金って入りやすくなるんだよなっていう、改めて自分で学んだ部分だったんですけど、私ね、なんでそのお金をパーって急いでこう払うかっていうと、これエネルギーの法則っていうものを信頼してるからなんですよ。エネルギーの法則っていうのは、出したら入ってくるっていう法則ですね。うん。なので、何らか
中のそのエネルギーっていうものを、自分の中に入れるっていう時には、確実にまずは出さないとっていうふうにエネルギーの法則では言われるわけです。うん。なので自分に溜め込むっていうことをしてしまうと、どうしても自分自身がその不調とか不具合みたいなものが出てきてしまうって言われていて、それをエネルギーっていうのが、じゃお金とかじゃなくって、わかりやすく言うと、例えば、自分という、じゃこのエネルギーがありますね。で、じゃこの自分というエネルギーに食物、食べ物っていうエネルギーを入れるとするじゃないですか。で、そしたら、じゃあそのエネルギー、食物というそのエネルギーっていうものも自分の中に入れてあげたら、やっぱり、入ったら入りっぱなしにしてしまうと、便秘になってしまって具合悪くなっていきますよね。便秘の症状だけじゃなくって、その、エネルギーっていうものが外に出せないっていうことになったら、様々な不調が出てくると思うんです。うん、だからこそ、人間っていうエネルギーもしっかりと排泄をしていく、エネルギーを出すっていうことをするっていうことをしていくわけなんですが、そしてそうすることによって、健康なその体が保たれて、なんていうか、自分が健やかに生き生きと生きれるわけですよね。だから心身ともに豊かに生きれるっていう状態が作れると思うんですよ。うん。で、これっていうのは別に、なんていうかな、すべてのそのエネルギーっていうものに共通した考え方になってくるんで、お金っていうエネルギーも、自分自身がとにかくここにあるっていう状態を保つというよりは、自分だけにとにかくこう溜め込んでいくっていうことをするよりは、とにかく出すっていうことをしていると、そうすると入ってくるっていう、それがちゃんとわかってるから、エネルギーの法則を理解してるから、そんで私はついでに、その時に、このお金っていうものが何倍になって帰ってくるんだろうっていうふうに思って、うぎ、うぎって思いながら出してるから、だからすごい早いんです。うん。この出すっていう、そのエネルギーのその法則、とにかく出したら入ってくる、出したら入ってくるっていうところを、ちょっとでも先延ばしにすると、なんだ、要は出すのを先延ばしにすると、入ってくるのも先に伸びていきますよね。うん、だって自分が先延ばしにしてるから、自分が先延ばしのその周波数波動を出していたら、そしてずくんここに溜め込むってやってたら、出すっていうのを先延ばしにしてるんだから、それは回ってくる、そのエネルギーが循環してくるのも伸びるわけじゃないですか。うん。だからそこっていうところも自分で理解しているので、なので私自身は、なんていうのかな、こう、エネルギーの法則っていうところを、理解してるからまずすぐに出すっていうのはもちろんあるんだけど、ついでに私はこれが一体どのような大きさになって帰ってきちゃうんだろうっていうことを、勝手に設定してるんです。それがすっごく楽しみだから、だから、どんなに大きな金額でもとにかく出すっていうのが早いんですよ。うん、だからなんか、元々は、私自身は、すっごいケチケチ魂がやばかった人なんですね。多分、全世界のケチケチ魂選手権みたいのがあったら、多分優勝してるぐらい。絶対優勝してる。もう、それはね、自信を持って言えます。だってね、やっぱり、スーパーとかで、買い物するっていう時には、やっぱり夕方の、半額シールとかが、登場する時間を狙ってやっぱ行ってたし、で、そしてその半額シールを貼るおじさんが登場したら、もうずっとこう、なんていうかな、おじさんをマークし続けるみたいな。自分が好きな商品にいつ貼りますか、それを、みたいな。できればそのナンパ引きではなくって、半額のシールです。半額のシールを私のこれに貼ってください、みたいな感じで、とにかくその人の後ろについて回るくらいの、もう、とにかく10円でも20円でもいいから安く買いたい、みたいな。そういうような人だったんですね。で、やっぱりそれであって、支払いの、明細とかが来たり、その請求書みたいなのが来たら、なんか、なんて言ったらいいんだろう。それがなくなる。その金額分がなくなるということは、通帳の中の残高があのくらいになり、そしてあのくらいになるということは、もしかしたら今月はこういうふうな、遊びには行けないかもしれない。もしかしたら、このくらいの、金額、通帳残高になってしまったら、私自身は、来月にはこういうふうなお買い物はできないかもしれない。それであれば、できることなのであれば、この請求書に書かれている何日っていうギリギリの日まで、そしてできることなのであれば、その何日って書かれているのの2、3日後まで払わなくても許されまいか、みたいな感じで、なんとかして自分の元にお金を留めておこうっていう精神すごかったんですよ。マジですごかったんです。もう、とにかく自分の元からお金出ていくなと。もうこういう状態ですね。もう入ってきたらここにせき止めるみたいな。絶対に出ていかないでください、みたいな。
感じの人だったんです。そしてそのようなことをしていたから、さっきお伝えしたようにやっぱり自分自身が具合が悪くなっていくんですよ。必死になってこんなになってるから、あのなんでエネルギーは出したら入ってくる、出したら入ってくるっていうことをやってると、とにかく豊かに、あの生き生きと私は生きれるっていう、まあ、人間は生きれるわけなんですが、でもそのエネルギーっていうものを必死にこうせき止める、焦りのそのなんていうのかな、こう意識が入っちゃったり、行かないでみたいな感じのこの執着みたいな感じになってみたいな感じになって、そんな周波数波動発してたら、お金のことだけじゃなくても他のことでもそういう風に感じなきゃいけない出来事がたくさん起きるわけですよね。それでもう本当しんどみたいな感じになっちゃってたっていう、本当そんな感じの人だったんですけど、この私はそのエネルギーのその法則っていうものをしっかりと理解した時に、あ、私やべえ生き方してたんだなみたいな、自分からお金っていうものが入らないスタンスで生きてたんだっていうことに気づいて、それからとにかくあのこう自分の中ではそのお金っていうエネルギーをこう出すっていう機会があったら、これはもうあのどうぞどうぞ、あのじゃあ行ってください、次の方の元へみたいな感じで、あのこう出すようにあのしたんですよね。そしてついでに自分としては、あのその時にもっともっと気分よく出せるようになりたかったんで、あのまあ、なんていうかな、初めのうちっていうのは、それは頭で分かってても、出す瞬間にかなり怯えちゃっていて、なんか、支払いするときに、なんか、エネルギーの法則、うん、分かってます、分かってます、みたいな、分かってるから、なんとかして、これを早く支払った方がいいんだが、でもなんか、コンビニとかで、その支払いの明細とかでピッてやられて、いくらですって言われたら、1000円とか2000円をギュッと握りしめて、渡せないみたいな、なんか、こう引っ張られて、うん、みたいな感じになるみたいな、なんかちょっと頭とその感情がまだちゃんと合致してないような、そんな感じになっちゃってたんですよ。そう、だからその、なんとか、分かってる。エネルギーの法則で出したら入ってくる、出したら入ってくる。だから、今この2000円を手放した方がいいのは分かっているけど、嫌だ、みたいな感じで、話さないみたいな。ほんとそんな感じだったんですね。あの、コンビニの店員さんにお客様とか言われて、グンとかでも引っ張られてみたいな。ああ、みたいな感じになるみたいな。本当にそのくらいだったんですよ。うん、でも、やっぱりそれが、やっぱり良くないなって思ったから、気持ちよくそのお金をちゃんとこう出せる自分になろうと思って、私自身は出すっていう時に、ついでに設定っていうものも決めて、これがどのくらいの大きさになって帰ってくるんだろう。うん。ただただ出したものがそのまま帰ってくるじゃなくって、出したらその後にどんな大きさになって帰ってくるんだろうっていう設定に変えたんです。うん。そしたらなんとなく気持ちよく出せるようになってきて、そして気持ちよく出せるようになった自分になれただけでも嬉しかったんですけど、実際本当にそういう観測をしてるんで自分が。うん。そしたら本当にそういう風な展開が作られ始めて、え、やばくないみたいな。え、やばみたいな。あ、やっぱり自分自身がちゃんとそうやってこう観測している、そういう風な設定にちゃんとしとくとマジでそうなるんだっていうことが、なんかその分かり始めて、それからはもうとにかく、いくらであろうと、あまりこう、そのお金を渡したくないって思っちゃうような時があっても、やっぱ金額が大きすぎると、やっぱそういう風な思考に入る時もやっぱりあるんですけど、まだ。でもあるんだけど、いや、ちょっと待てと。ちょっとお待ちくださいと。私冷静になってって。ちゃんと、自分自身がエネルギーの法則をちゃんと理解して、まずは出す。うん。そして出すっていうところに対して、一体これがどのくらいの大きさになって帰ってくるんだろうっていうところで、っていう感じで、だんだんこう気持ちが上がってくるんですよね。そう、そうやってやってると、なんか、みたいな。っていう感じになっていると、本当にこう、なんていうか、そのような状態が作られるんで、ちょっと面白いなっていう話を今日実はその、打ち合わせで、その質問してくれた方にしてたんですね。うん。で、なんか、まあ、たまたま今日は、ちょっとそのゲリラ配信しようかなって、この時間があったらしようかなって思ってたんで、その時にちょっと私としても、これは改めて皆さんにお伝えした方が、もしかしたら、ちょっとね、この情報が役立つっていう方もいらっしゃるのかなって思ったんで、ちょっとこのお話を先にさせていただきました。うんうん。そうそう。わかりますです。私の鍵さん。あ、よかった。ありがとうございます。これはね、なんて言ったらいいかな。設定の仕方を詳しく教えてほしい。いやー、設定。
定の仕方はね、別に何でもいいんだよな。何でもいいっていうか、私は初めは、なんかその自分自身の、こう感情がしっかりと乗るっていう状態をやっぱり作りたかったんで、初めは、お金っていうものをこう出すっていう時に、どんな大きさになって帰ってくるんだろうっていうのは、これは、ある程度自分がちょっとステージが上がってからやった印象があって、初めは3倍くらいで帰ってくるっていう設定にしてたんです、実は。うん。それはなんでかっていうと、このお金っていうものが一体どのような大きさになるんだろうっていう、その感じっていうのは初めに観測しようって思ったんですけど、なんかその言葉っていうものに自分自身の気持ちが乗らなかったんですよ。うん。でも、例えば、なんか自分の中でその気持ちっていうのがしっかりとこう浮きっていうか、なんか、そんなこと起きるの?みたいな感じで、こう、自分の感情がしっかりとこう動き出すっていうところを探しに行くっていうことをやってみたら、私はまず2倍になって帰ってくるっていう言い方をしたら、かなりなんか、嘘みたいな、みたいな感じになってて、で、2倍になるっていう言い方をした後に、あ、このくらいだったらいけるんだって思いながら、5倍っていうところに次は設定持ってったんですね。うん。そしたら、5倍っていう言い方をした途端に、このくらいの大きさになってか帰ってくるっていう、まあ、要は2倍、5倍、どんな大きさになって帰ってくるんだろうって、これステップが、ちょっと違うと思うんですけど、この5倍っていう設定をしたら、この、どんな大きさになって帰ってくるんだろうって、その大きい方のちょっとぼんやりとした感情に、5倍の時の方、もう5倍の時も近いなっていう印象だったんです。うん。だから、その時に自分自身の感情が、あ、これあんま動いてないなって思ったんで、その時に5倍っていうところ、から、2倍っていうところの間を取りに行った方がいいなと思って、それで、じゃあ次は4倍ってやったら、4倍もまだちょっと鈍かったんですよね。自分の感情が。うん。このお金っていうものが、じゃあその4倍になって帰ってくるっていう、その想像した時に、それは嬉しいって思ったんだけど、それは嬉しいっていうのってなんか顕在意識側で、こっちは、なんか若干もやっとしてる感じ。なんか信頼しきってない感じだったんですよね。うん。で、あ、これは多分動いてないなと思って、2倍の時の、本当にそんなこと起きるのかなっていう、なんかこの浮きっていう感じと、4倍、5倍とかそれ以上っていうところが動かないっていうのが自分で分かったから、それで3倍に落としてみたら、3倍は結構2倍寄りだったっていうか、結構動いたんで、あ、これは多分ここら辺だなと思って、私自身は3倍っていう設定にして、初めは。うん、で、実際にその成功事例が出てきてくれると、3倍っていうところが本当に、なんかこれ本当面白いんですけど、本当に3倍とか、3倍前後のお金が入ってくるんですね。マジな話で。うん。で、だからそういうのが何回か立て続いた時に、これやばいぞと。これ本当になっちゃうやつだから、じゃあちょっと次は3でいけたんだったらちょっと4でやってみましょうか、みたいな感じで、この4とかに上げてってっていう感じで自分自身のその設定を上げていったんで、うん。なので、その設定のその仕方っていうところでキーワードになるのは、自分自身がその言葉に本当に心が動いているのかっていう心ですね。こっちをしっかりと観察してみてほしいです。うん。こっち側で、なんていうかな、欲深くなっちゃって、欲深くなって、自分自身が、こっちは本当は鈍い動きしかしてないのに、いや、私は、3倍とか4倍とか5倍を味わえてる、味わえてるっていう、必死にこっち側で味わえてる風なことをして、そしてでっかいものも入ってくるっていう、この想像して、味わえてる風な、味わえてるつもりみたいな感じになって、で、その現実想像がうまくいってないっていう方も結構いらっしゃるんで、そこは本当に気をつけてもらいたくって、本当に、なんていうかな、着実に、こう、スモールステップから、ちゃんと自分自身のその感情をこう動かすことができれば、結局のところ、その大きなその、ステップに行くのも早いんで、うん、欲深くなって全然感情が実は味わえてない、フェイクの感情をずっと味わって、全く何も動かないじゃないかっていう現状維持ずっとしてますけどっていう感じになるのが一番もったいないじゃないですか。それだったら、ここっていうものに確実に行くために、スモールステップをちゃんと確実にポーンポーンとこうやって踏んでってあげる。うん、っていうことをやると、ちゃんとここに行けるから。うん。なので、設定はとにかく感情を観察することです。うん。そこだけ、ぜひね、やってみてほしいです。うんうん。はあ、そんな感じです。なあ、なんか聞きたいこととかあったらありますかね。
なんか、まあ、お金に関して、これに関してのお話でもいいですし、まあ、前の動画みたいに、なんか、ちょっと今こういうふうなお悩みがあるんだけど、何か、こういう時ってどうしたらいいと思いますかみたいな、そういう質問でも大丈夫なんで、ちょっと、前回同様、質問受け付けます。大丈夫、大丈夫。例えば、自分の、まあ、仲間たちだったりとか、友達とかに、気持ちよく、こう、パッ、奢ってあげるみたいな。うん。っていうと、より一層、こう、プラスのエネルギーになって戻ってきたりとかはあるんですか？あるね。ある。ただ、状況によると、あ、いや、でも、あるね。うん。あるな。ある。あるな。うん、あるな。なんか、なんて言ったらいいかな。まあ、ちょっと一歩踏み込んだ話をしてしまうと、自分が、おごりすぎると、相手の、お金のエネルギーの循環を止めてしまうかもしれないから、だからちょっと控えた方がいいっていう時は実はあるんですね。うん、なんていうかな。自分自身は、じゃあ人におごるっていうことやって気持ちよくそれをやっているっていう状態なのであれば、自分自身は気持ちよく、その分のその設定分だけこう入ってくるっていう循環はもちろん作れるんですよ。うん、でも、私自身はたまに、なんていうかな、私も結構おごる、タイプの人間なんで、だから全然そのおごるっていうことは全然躊躇しないんですけど、たまに、あれ、ここで私払っちゃうと、もしかしたらこの方のお金のエネルギーの循環止めちゃうかもっていう時には、なんていうか、ちょっと、なんだ、割り勘にした方がいいのかなっていうこととかは聞いたりします、一応。うん。まあ、大体私はすぐ払う払うって言っちゃう人なんで、うん、私払いたがりじゃん。そう、とにかく払いたがりなんですよ。そうだね。確かに。そう、みんなにすごい止められるくらい払いたがりなんですよ、マジで。それは多分この流れを知ってるからですね。うん。なんだけど、でも、お相手の方のエネルギーの循環っていうものも、やっぱりちょっと冷静に見たりとかしたら、その人もお金を出した方が入ってくるわけなんで、うん、それで考えたら、今私が出しすぎない方がいいかっていうふうに感じたら、やっぱりそれはお相手の方のことも大切ですから、なんか、相手からしたらその場では、なんだ、純ちゃんっていう人に払ってもらった方が絶対ラッキーだと思うんですよ。その時はね。でも、トータルの、そのエネルギーの法則の、ちゃんともっと高い視点で見る、もっと広い視野で見て、本気でその人のことを、思うのであれば、それは、エネルギーの循環を自分自身が、その人をだって出したら入るのに、出さないっていうことをさせるっていうことをずっとやり続けると、そこの流れ展開が作れなくなっちゃうのっていうのもわかるわけじゃないですか。だから、それっていうのがあるけど、どうするっていう感じで、本当にそういう感じで、つかっぴとかには結構言っちゃうかもね。うん、大切だから、それは。だから、その時には、僕はこうしたいですとか、じゃあ、ここは、いただきますとか、そういう感じだったりとかで、なんか、うん、なんか、やっぱり、どこまでも、なんか、その時の一瞬のラッキーだけじゃなくて、常にその人にも、私のに、なんか、なり得るものは、奪わないようにはします。うんうん。そうそう。ありがとうございます。はいはい。なんかすごい鐘の音が鳴ってる。すごい鐘の音が鳴ってる。5時の。あ、そっかそっか。あ、今日クルクルしてるって。そう、今日ちょっとクルクル。一斉にコメントが入ったりしたときに、ちょっとクルクルしちゃいます、ね。ああ、そういうことか。皆さんに集まっていただいて。あ、一気にね、そう、今日ね、国でやったときも、まさかの電源切れたみたいな感じになっちゃったから。多分今日ちょっと音もプツプツ入ってるんですけど、うん、これは YouTube 側ですね。ああ、やっぱそうなんだ。画面合わせの逆光か。ああ、はいはいはい。逆光すごいね、マジで。逆光入れる。くるくる終わった。くるくる終わった。ありがとうございます。ご報告。まあ、全然動いてます、ね。あ、本当よかった。はい、フェイクの感情か本当の感情かわからない FE さん。フェイクの感情か本当の感情かわからないって、わかる。そう、その感じわかるんですけど、これはね、自分の感情を、なんて言ったらいいかな。観察する癖をつけると、フェイクの感情と、本当の感情っていうのがわかってきます。
うん。あの、これもお金のことに関してとかそういうことじゃなくって、本当に日頃の、なんていうかな、小さな出来事から練習していくと、自分の、本当の感情がわかるようになるんですよ。うん。で、一番わかりやすいなって私は思ってるのは、食べ物を食べるときですね、私は。うん。これは人によると思うんだけど、五感っていうところに、こう、刺激を与えたときに、本当に自分自身の感情が、こう、なんていうかな、豊かな感情を、味わっているっていう時には、その五感っていうものに刺激を与えた時に、うわー気持ちいいとか、すっごい嬉しいみたいな感じとか、そういう感じになっていくんですね。それがフェイクじゃない感情なんですよ。うん。だから、なんかそういうような感情っていうものを味わってるとき、だから例えば、ご飯食べて本当に美味しいものを食べたときってめっちゃ幸せ感じません？これ私だけかな？どうだろう？食っていうものに興味がない方もいらっしゃるかもしれないんで、本当に大好きな、なんか例えばなんだ、自分の大好物のなんかお母さんが作ってくれたカレーとか、なんか何でもいいんですよ。なんかおはぎとか、なんか自分がその、なんか大好きな佃煮とか、何でもいいんです。でも、本当にその、大好きって思うような、なんかなんていうか、うまって思うものを食べた時って、感情ギューみたいな感じで、うわーって、喜びの感情出ませんかね。わかります。あ、よかったよかった。そう。これっていうものをキャッチするっていう練習をしていると、どんな時にも自分が本気でそれを喜んでいるのかとか、ウキウキしているのかっていうのがわかるんですよ。うん。だからなんか、ご飯っていうものも食べて、別に美味しくなくはないし、別にまずくはない。全然まずくはないんだけれど、食べてなんか、美味しい、うん。でも、ウキッともしてる。なんか、ウキッとしてる。うん。で、まずくはないし、ウキッとしてるっていう。なんか、その、この差っていうのを自分でデータを知っとくと段階がわかりやすいです。うん。で、本気で、なんかこう、なんていうかな、喜びのためにっていうか、まあ、食べてみて、信じられないまずさのものもたまにあるじゃないですか。なんか、みたいな、なんかなんていうか、食べれると思ったけど、食べれなかったものを食べた時の、なんか、なんていうんですか。私は、ホヤとかがちょっと苦手だったりするんですけど、ホヤとか、なんか、珍味とか私大好きなんで、食べれるかなと思って、なんか、わーと思ってこうやって食べてみたら、みたいな、みたいな感じになる。っていう、こういう段階をちゃんと知っとくのがすごい大切で、自分の中で。うん。で、そうするとなんか、もうなんて言うんですか、もう自分の中でこうね、ホヤ食べた時とかの、あの感情はもうデータで分かってるから、うん、その、あの時の感情っていうものに近しいものが来た時には、もう分かるんですよ。うん。あ、これやばいっていうか、この感情を味わっちゃうのは長続きさせない方がいいなって。だから、ホヤとかを食べたら、もうなんか、ってこう、なるわけじゃないですか。って。で、ウェイってこうなったら、すぐに、なんていうか、これ、その食べ物に対しては、ありがとう、ごめんね、ちょっと苦手でございました、すいません、みたいな感じで、でも、それからすぐに、自分自身が好きなものをこう食べるというか、っていう感じで、またちょっと立て直すじゃないけど、っていう感じに、ちょっと自分の波動を立て直したりとかするわけですよね。そうそう。だからなんか、こういう、なんかその五感っていうものに、その刺激を与えるっていうか、そこに、こう、なんていうかな、こう、ちょっと、こう、働きかけていくっていうもので、自分の感情のこの動きっていうのをしっかり見ておくと、最大級の、こう、ワクワクだったり、ある程度のワクだったり、うん、そして中間のワクワクだったり、全然ワクワクしないとかっていうのとかが、これがすごくわかりやすいんで、うん。なので、ここら辺の、自分自身の感情の動きっていうものを知りながら、それをデータとして覚えておいて、そして、そのお金っていうものを、じゃさっきの話に戻りますけど、お金ってものを払うときに、本当にそのくらいワクワクできてるのかとか、まあ、ある程度のワクワクくらいから始めてもらったらいいかなって思うんですけど、ある程度の段階踏まないと、お金払うときにイエーイみたいな感じでは払えないんで、私もこのイエーイっていう感じになるのに、やっぱりある程度の日数かかってますから、日数っていうか年数かかってるんで、初めはやっぱりちょっと、ワクワクのワくらいだったわけですよね。ワクワクのワからワクとか、そこら辺からワクワクになってってっていう感じになってって、
今はイエーイみたいな感じで、イエーイみたいな感じでこう、払えるっていう感じだから、そう、だから、ちょっとずつその自分自身の感情っていうものを、今どのくらいのレベルのものなのかなっていうことを、こう、ちゃんと観察して日頃から。うん。で、ちょっとでもワクワクするっていう、なんだ、自分はウキウキするっていう、それになってるなっていうのがちゃんと分かったときに、その様々な行動をこう、起こしていく。っていうことをやると、ちょっと面白い展開が見れると思います。うんうんうん。そうそうそう。なんかね、なんていうか、だから例えば、そう別に食べ物とかだけでも、じゃなくていいんですよ。五感とかで考えたら、なんか別にその、なんか、この、なんか、肌触りのいい、なんかタオルとか、と、肌触りのいいタオルとか、なんかこう、ブランケットみたいなやつとか触ると、めっちゃ気持ちいいなとかってなりません？なんか、何これ、何でできてますみたいな。みたいな。すごいなみたいな感じになるやつとかあるじゃないですか。これがこの自分の感情のこう、ウキウキ感がこう、上がってる状態ですよね。うん、でも、なんかやっぱり、じゃあその、ある程度っていうか、そういう、すごい肌触りですな、みたいな感じになるやつと、そうじゃないやつを触った時は、ああ、まあまあ、こんなもん、ああ、こんなもんか、みたいな。とか、じゃあ、あとは、すっごいザラザラしてる、なんかこう、布とか触ると、なんか、痛いんですけど、みたいな。痛いし、辛いんですけど、これ、みたいな。みたいな感じになるわけですよね。こうやって、本当にその五感っていうところで、自分が感じている時のこの感情っていうのを、とにかく覚えておくことが大切で。うん。で、これをちゃんと覚えておくと、なんていうか、無理にワクワクしてる時とかっていうのがわかるんです、本当に。自分がその時の感情を味わってる時のことをちゃんと覚えてるから、なんか必死になってワクワクしようとしてる時にすっごい違和感がある。うん。全然ワクワクしてないから。うん。なんか、無理してんな、私ってすぐわかります。この訓練っていうか練習積んでると。うん。だからなんか、まずはその五感っていうところに、こう、なんていうか、こう、刺激を与えて、自分自身がどういう感情を味わっているのか、っていうのをちゃんと、日々理解していると、いざという時というか、そういう必要な行動の時に、フェイクの感情なのか、そう、本当に本気でそう思ってるのかっていうのは、わかりやすくなると思います。うんうん。すごい、嬉しい。ものすごいタオルの意見に同感ですって。ごめんなさい、名前読めなかったけど、嬉しいです。そう、ありますよね。なんか、肌触りいいものとか、なんか。まあでも、そうそう。そういうヘルツが出るのが大切なんだよな。なんか、私はなんかマッサージに行ったりとか、あと、やっぱり食べ物とか、あとやっぱ寝る直前のベッドに入った瞬間のああみたいな あの感じがもう最上級の喜びの自分がこうすっごい豊かな波動が出てるって分かってるんで、なんかもうお布団に一日が終わってお布団にこうああってこう入った瞬間、あの時のああみたいな、うわもう幸せだみたいな、あの感じになるのをなるべくこう細々作れるようにとかをしたりしますね。やっぱり意図的にね。うんうんうん。とか。そういう波動発してると、だって結局その波動にこうした現実が作られていくわけなんで、やっぱり意図的に発するって結構大切ですよね。うん。っていう感じです。コメントが早いですね。そうだね。コメントが早くて。そうだね。ほんと、確かに食感はあるよな。設定しないでお金を例えば支払った場合っていうのはやっぱり入っていきづらいのかっていう、うん、ああいや入ってくるよ、うん、全然設定をした方が、お金が入ってくるのかっていう質問に際しては全然設定しなくても入ってきます。うん。ただ、私自身がなんでじゃあ設定の話をしたかっていうと、その方が、自分自身がこう、浮かれる感じっていうのが、増長するっていうのかな。うん。なんとなく出すっていう感じとか、これが、エネルギーの法則なのかって、出したら入ってくるのか、へーっていう感じでこうやって出すっ
ていう感じよりも、なんか自分の設定で勝手にその瞬間を楽しむっていうことをやっちゃった方が、その行動するときの充実度とか、その空間の密度っていうのかな、喜びの密度が全然違いますよねっていうところで、私は設定しちゃった方が、その見解を有効に使えるじゃんって思ったんですね。うん。そう、だから別に設定っていうものをしなくても、全然お金っていうのは、ただただ、なんていうかな、フラットであったり、あとはその、陽気な、その波動をこう、出してるっていう状態なのであれば、全然お金は入ってくるっていうものになると思うんですけど、それは波動の法則的に。うん、それはもちろん自分の発してる波動に、その、こうして、それに、ふさわしい現実が作られていくんで、そしてそれにふさわしいエネルギーをキャッチしていくわけなんで、なので、そのフラットもしくは陽気っていうところにいてくれるのであれば、うん、まあ、感情だったり波動がですね。だったらそういう風にはなると思うんだけど、でも、せっかくその展開があるんだったら、その時間をもっともっと喜びのその空間にしちゃった方が良くないですかっていう。うん。とにかく喜びの密度っていうところなんですね。私がこうお伝えしたいのは。うん。せっかくのそのお金出すっていうその瞬間を、なんとなくで、その空間を過ごしちゃう。のと、あとは、ま、なんとなくっていうか、もう、こうやってエネルギーの法則が入ってくるのか、へえ、みたいな感じで、こう、いや、もうやるのも全然いいんですけど、別に、それも執着のエネルギーを生まなかったりとかするから、別にそれはそれでいいんですけど、でもなんか、これが、このくらいの大きさになって入ってくるのか、っていう感じで、まあ、普通にそれを観測してみたり、あとはなんか、これが2倍になったりするのみたいな。2倍になるんだみたいな。キャーみたいな感じになって入ってくるっていう状況を作れるのだったら、うん、そういう風な場面にしちゃった方がなんか良くないですかねっていう、そういう感じで設定のお話をしました。うん、まあでも世の中には多分設定してる人の方が少ない気がする。うん、うん、でも私の周りにいる結構お金を持ってる方々は、ご本人は設定してるつもりはないけど無意識でしてますね。うん。本人たちに、私自身がこういう設定の話すると、なんか、へえ、面白いね、みたいな、俺そんなことやったことねえよ、とかって言われたりとかするんですけど、よーくお話聞いてると、なんか、お金払うときに、やっぱこう気持ちよく出してるのはなんでなのかとか、なんかそういう話とかたまになったりとかするんですけど、そういった方々って、だって、そういうふうにした方が、例えば自分の会社のその社員が育って、なんかその、なんていうのかな、で飲みに行ったりとかしたときにお金を出すのは当然だって、日頃ね、頑張ってくれてるし、その自分の会社の社員が頑張ってくれてるし、で、そしてそうやってストレスっていうものをね、ちょっとでも軽減するようなことがあったら、よりその人たちがやっぱり育ってくれるじゃんっていうような、もうそういう無意識の設定、自分自身のその会社のそのなんていうのかな、仲間たちが育つ設定とかっていうのを無意識でしてるわけですよね。うん、で、そして結果としてそれっていうものが、大きな会社の収益になるわけでしょって。まあ別に収益だけでその方たちを飲みに連れていくとかそういうことではないんですけど、うん、でもやっぱ無意識で何か自分自身の明るい未来っていうのをちゃんと思い描いていて、そしてそれっていうものを理解してるから、日頃のそういうふうなお金のこの切符がいいっていうか、そういう感じになってるなっていう印象があります。うんうん。そんな感じです。伝ったかな？こうウキウキワクワクでこう循環させていくっていう風に。そうだね。そう、もったいないんだよね。うん、なんかすべての出来事が、こう、できれば、自分自身の、その、見方、見る角度によって、なんていうかな、喜びにも悲しみにも転ずるわけですよ。うん、どんな展開も自分自身がどの角度からその展開を見るかで、その、なんだ、現象っていうものがとても苦しい現象なのか、それとも喜びに変わるであろうっていうか、その喜ばしい展開なのかっていうのは、その意味合いっていうのは自分自身のその観測の仕方で変わっちゃうわけですよね。うん。それであれば、おそらく、その、なんていうかな、世の中の人たちが若干、ちょっと、この
展開嫌だなって思うようなその瞬間すらも、自分自身が喜びの方の視点から見てみるっていう風にやることが結構大切で、そうしていると結局誰が得するかって自分だけなんですけど、でも、やっぱりその、じゃお金を払うっていう瞬間とかに、払いたくないんですけどってやっぱ思うわけじゃないですか。私昔本当にそうだったから、本当になんか本当に割り勘をするそのタイミングとか、本当お金本当ね、さっきのコンビニの話じゃないですけど、話せないみたいな、っていう感じでこう、話せないくらい本当ケチケチ魂がすごくって、で、なんか、なんていうか、なんかもう なんとしてでもそのエネルギーを話すものかみたいな感じになって、で、なんか、その、じゃあ払ったっていうその後からは、ああ、いくらなくなった、いくらなくなった、とか思いながら、もうだからこれいくらなくなったから、それだったら今月はこれ我慢して、それででももしかしたら、支払いの請求がまた来たら、ああ、もう最悪なんだけど、みたいな感じで、どん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 、その出来事からもっともっと自分が気分悪くなっていくっていうようなことばっか考えて、超最悪、みたいな、もうあんな飲み会行かなきゃよかった、みたいな感じで、どん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 これ勝手ですよね、自分自身。自分が相当性格悪かったなって思うんですけど、ただそのお金を失ったっていうその意識を持って、これは良くない出来事だ、とても嫌な現象だって思ったっていうことをしてしまったら、その時の楽しい時間っていうものすらも、あんなところに行かなきゃよかったとか言いながら、どん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 気分悪くなって、私本当性格悪かったんで、そういう時に、おごってくれない上司とかに、あいつケチだな、みたいな感じになったりとかしてたんですよ。マジで。すいません。本当にごめんなさい。本当ごめんなさい。そう、でもこれは私の観測の仕方が悪いだけで、でも、じゃあその、じゃあ場面っていうものがあった時に、それを自分が喜び側から見て、そして、あ、これは、もしかしたらエネルギーの循環が生まれ、沖縄の時になって帰ってくるってなったら、どうぞどうぞっていう感じで、同じ展開なのに全然違う意味合いを持ち、自分自身も発する波動が変わってしまうわけですよね。そしてその後に見る展開も全然変わっちゃうわけじゃないですか。だってその時に感じてる感情と発してる波動が、偉い差だから。だからそれがすごくもったいないなっていうところで、様々なその展開っていうものも、やっぱり、なんていうか、自分が、なんていうか、こう、なんていうか、どの角度から見るのかは大切っていうか、やっぱり喜びとか嬉しいっていうか、ちょっとポジティブ目線ですね。それっていう目線から見て、もしかしたらこれがこういうことに展開するのかもしれないっていうような、ちょっとそういう目線を持ちながら、あ、それだったら、今、ちょっと、もやって一瞬したけど、もうこれはちょっと、前のね、お金とか出すときのもやっていうやつは、前の私の悪い癖だなっていうところで、ちょっと意識の修正していこうっていう感じにしながらしてると、本当に、その後素晴らしい展開になるよっていう、そんな感じです。そうそう。パーッと払いたいんだけど、払ったら今月もなくなっちゃって、月末やばい時の感情はどうしたらいいの？スパバジーさん。私だったら、とりあえずその時の感情は、ノートに書き出して全部燃やしますね。まずは。パーッと使って、確かに今月やばいみたいな感じになる時確かにあるじゃないですか。私も国やる時とかマジで。やばかったからね。パーッと払って、パーッと払ってっていうか、よし、これやろう、あれやろうとか言いながら、よし、よし、これだ、これだとかって言いながらやってたら、もうすんげえ額の請求書がバーン、バーンってきて、もうなんか、なんであの時やるって言ったのみたいな感じになったりとかした時もあったんですよ。なんか、もうやばいじゃん、もうやばいみたいな感じで。で、なったんですけど、それっていうものも、そう一瞬なったんだけど、でも、いや、ちょっと待てよと。ちょっと待てと。やっぱりお金っていうものがないっていうところにフォーカスして、今気分が悪くなっているっていう、この状況っていうのは良くないなって。自分自身が、お金を、あれをやろうって言った時には、すごくワクワクしてたし、絶対これっていうものはこういうものにつながるんだって、それで、すっごく楽しんでその時を生きてたのに、請求書が来た
端にガクッと私もそれが、なんか現実に引き戻されたみたいになっちゃったっていうのがあったんですけど、いや、あの時の波動っていうものを絶対信頼した方がいいと。あの波動を発してたんだから、絶対あの波動っていうものに見合ったものがこの後絶対来るから、とりあえず今あるモヤモヤっていうのを一回ちょっと消化させるために、デトックスですね。書き出してみよう。自分自身の今ある不安とか、だいたいその不安書き出してみると、取り越し苦労だったりとか、あとはその、なんていうか、その時やった後悔みたいな感じの感情が出てくるかなって思うんですけど、それっていうのをずっと書き続けて、出し切ってると、だんだんなんか、それがバカバカしく感じてくるんで、どんだけ取り越し苦労してるんだろうとか、別にそんなに、焦らなくても、多分、とりあえずこの数ヶ月はしのげるから、で、その間に多分あの時発してた波動のものが多分展開するんだよなっていう感じで、だんだん冷静に自分自身が保てるようになってくるんですね。で、まあなんかそんな感じのタイミングで私はいつも髪を燃やして、ああ、なんか幻想に踊らされていたなとかって思いながら、こう火を見つめて。幻想って怖っみたいな感じで、とにかくあの時のあの波動を信頼しようと。絶対的にあの波動っていうものを信頼して、で、しかも、エネルギーの方が働くんだもんな、いう。その感じになってきてくれると、だんだん自分自身のその感情っていうものも、ネガティブなところになったものからフラットになってきてて、で、だんだんちょっと自分への信頼値が上がってきてるっていう感じに戻れるんで、で、その感覚で、ただいてください。そうなると、その時発した、エネルギーの法則を信頼して、パーって出して、イエーイっていう感じで出したあれっていうもの、と、また近い感じの自分がまた取り戻ってきてくれて、そこら辺のその波動っていうものを持って次の展開が作られますから。だからちょっと楽しんでほしいんで、まずはそのパーッと使って今月やばいってなってる時には一回やっぱり書き出して、燃やして、ちゃんと消化して、そしてその時の過去に発してた自分の波動を信頼しててください。波動の法則は裏切らないですから、絶対に。波動の法則はもう絶対裏切らないから。そこを疑い出すと、その波動を持って、その現実が作られちゃうだけなんですよ。あの時使わなきゃよかったとか、やばいって言ってると、その波動がどんどん増幅しちゃうわけじゃないですか。せっかくいい感じの波動をその時に放っていたのに、今月やばい、もうなんであの時お金使っちゃった、もうやだっていう感じになったら、もうこれが爆発しちゃうわけですよね。そうすると、このエネルギーを持ってここから先が作られちゃうのがもったいないんで、そこのからくりに気づいた方がいい。ここすごいポイントです。ぜひ、ここの、その時楽しんで出した波動をぜひ、信頼して、自分自身が、なんか変なまやかしに負けそうになったりっていうか、なんかその、今月やばいってなってる時に、いや、ちょっと待てと。いや、波動を信頼しなさいよと。あの時、あんなに楽しんで、波動発してたじゃん。で、しかもエネルギーの法則あるよ。エネルギーの法則があって、それ出してんだから、それ入ってきますかねみたいな。何を言ってますかっていう感じになると、本当にちゃんと立て直せて、ちゃんとその後の展開が、ここからも作れるし、その過去のその波動を持ってでも、その後が作られたりとかするんで、ちょっとそこだけ気をつけてほしいですね。そう。波動を信頼してほしいな。波動絶対裏切らないから。ね。めちゃめちゃ僕は。ね。信じ切ってるの。本当に。振動数、ヘルツっていうものは裏切らないですから、マジで。ちょっと面白い質問ですね。割引シールのものを買うときにお金払うのはウキウキしてるんですけど、このそれで満足なんですけど、それはちょっとウキウキが違うのかっていう。わかる。もうめちゃめちゃわかるんですよ。わかる。割引シールを見るとウキウキする。それを買うときにいっぱい買うときにウキウキしちゃうっていう。めっちゃわかる。いや、わかる。あのね、すっごいわかるんですけど、すっごいわかるんですよ。で、その波動も別にダメじゃない。ダメじゃないって、すっごいわかるわ。めっちゃわかるんです。でも、まず一回ちょっとじゃあそこで一個ご質問があるんですけど、一個ご質問があるのは、その、割引シールにウキウキしてる
のか、ウキウキしてるのか、その本当に買いたいもの、自分自身が本当に欲しいと思っているものに割引シールがあってウキウキしてるのか、で、これは全く発してる波動が変わってきます。ここすごいポイント。今質問してくださった方ありがとうございます。すっごくね、わかるんですよ。私も、もう割引シール、半額シールとかもう最高の波動出ますよね。マジで。ウェーイみたいな。イエーイみたいな。なんかもうそれを見かけた時の自分のもうスキップの軽さ。もうマジで。信じられないくらい高く飛べるみたいな。ピヨンピヨンみたいな感じになったりするじゃないですか。うんうん。そう。なんですけど、基本的には、これはね、なんて言ったらいいかな。その商品っていうものが好きっていうか、本当にこう欲しいと思っているもので、それが貼られてるっていう状態なのであれば、ぜひそれはゴーサインなんで買ってください。うん。それはもう、なんて言うかな。自分自身が本当に欲しいと思っているものに、これ、なんて言うのかな。その半額シールがあるとか、なんかその割引シールがあるみたいな、っていう状態があるっていうのは、それこそ、自分自身が何らかの、なんか出すっていう作業とかをしてたから、それでまた入ってくるっていうような、なんていうか、まあ、これは残るっていう、感じに見えるかもしれないですけど、これは入ってくるの方の考え方になるんですね。うん。なので、自分自身がちゃんとエネルギーを循環させるっていうことを以前にやっていたから、自分が、うわ、すごい、これ欲しいって思ってたものが、結局は思ってたよりもお金かからない。お金が、こう残るっていう状態で得られるっていう、これもエネルギーの循環の法則の方、入るっていう方の現象に入るんで、うん、なので、それはもうぜひ、キャッチしていただきたいっていうものなんですけど、仮に、じゃあその、なんていうか、商品っていうのが別に欲しくないと。うん。別に欲しいものじゃないし、別にウキッともしてない。全くか、まあ、多少とかもあるかもしれないですけど、でもこれフェイクの浮きなんだよな、大体。うん。大体は半額シールが、に見せられて、浮きってなってて、その商品別にそんなにウキッとしてない。っていう状態のものは、私はあまり手に取らない方がいいと思うよ、とはお伝えしておきます。うん。それはフェイクの浮きである可能性が非常に高いです。うん。そのフェイクの浮き、なんて言ったらいいかな。お金が出ていかないでくれるっていう、要はエネルギーの法則のその逆パターンをやろうとしている状態になるわけですよね。うん。私のお金が出ていかないでくれるっていう意識から、半額シールにウキウキってなってるわけじゃないですか。やっぱりそれって、その状態を、掘り下げていくと。うん、これはやっぱりエネルギー循環のこの法則には乗れてなくって、結局自分が枯渇するっていう状態に陥りやすかったりとかするから、だからちょっとそこは見極めが必要かなって思います。でも結構その半額シールとかにウキウキっていうか、いや、この商品にも惹かれてるからなっていうのの、なんか本当はそうでもないのに無理やりにそう思わせてる時があったりとかするんで、それはちょっと気をつけてほしいなっていうのがありますね。うん、すっごいわかるんですけどね。すっごいわかるんですけど。でも、だんだん、なんかそのスーパーとかで練習してると、なんかその半額シールに自分が惹かれてるのか、その商品に惹かれてるのかがよくわかってくるんで、観察してると。うん。私は、冷静になって、そのスーパーに行くっていうことをやって気づいたんですけど、私ほとんど自分が欲しいと思ってたものを買ってなかったっていうことにその時気づきました。うん、それこそカゴの中にはそのシールが貼ってるものばっかり。だから要はそのシールにやっぱり私もウキウキしながらただ買い物行ってただけだったんで、本当は自分自身の心が今日はカレーを食べたいって言ってたとしても、半額シールっていうものが、うん、カレーのその具材っていうものではなくって、例えば全然関係ない、なんか、なんだ、じゃあサバとか、に半額シールが貼られていたら、カレー食べたいって自分が言ってたのに、それを無視して、私はそのサバっていうものを買うってことをやってたわけですよ。だからそうすると何が起きるかっていうと、その瞬間は、あ、よかった、安く買えた、なんだけど、食卓にじゃあそれがあるときに、私自身は実際カレーが食べたかったわけなんで、なんか今日、まあ別にまずくはないけど、うん、なんか、
なんかなみたいな感じになっちゃうんですね。それがすごいもったいないわけですよね。うん、やっぱりそのご飯っていうか食べてる時ってすごくその喜びのその波動っていうもの、爆発的な美味しいこれが食べたかったみたいなものをこう発しやすいそのタイミングなのに、それを自らが捨ててるっていう状態になっちゃうんで、うん、なのですごくこうもったいないっていうか、あのすごい私本当になんて真逆のことをしてお金欲しいって言ってたんだろうみたいなことに気づきましたね、私は。うん、そう、だから、あの、ちょっと自分を冷静にちゃんと保ちながら、あの、なんていうか、本当にその時食べたいものに自分が反応してるのかとか、それはちょっとね、あの、観察して、あの、その、なんかスーパーとか、まあ、スーパーじゃなくてもいいんですけど、買い物するときにはその商品を手に取るっていうのはやってもらった方がいいかなって思います。うんうん。ウキウキウキさん、初心貫徹ですね。そうなんですよ。大切なんですよね。まあ、その瞬間に、あの、なんていうか、サバが食べたいって、その瞬間に思ったんだったら、全然そっちに変えていいんですけどね。あ、やっぱりサバの味噌焼きじゃない、なんだっけ、サバの味噌煮にしようって、本気でその時思って、わーっていう感じで自分がわーってなるんだったら、全然それで変えちゃっていいんですけど、別に自分の、あの、気持ちが本当は反応してないのに、鼻くしるだーみたいな感じになって、よーしみたいな感じでこう買うっていうのはちょっと違うじゃないですか。そう。だからなんか自分がちゃんとそのサバをその時、あ、やっぱりこっちがいいわーみたいな感じで、しかも半額わーってなるんだったら全然よくて。うん、だそこはちょっと観察が必要ですね。うんうんうん。そうですね。好きなものでも割引になった時しか買わない。喜びが半端ない。フェイリーさんっていうのかな。そうですよね。そうそう。自分がね、欲しかったものとか好きなもので半額になってたら、それはもう超ラッキーじゃないですか。やったぜみたいな、うぅーみたいな感じで、すごい嬉しいと思うんで、それはもうガンガンキャッチしてもらいたいんですけどね。ここは、結構ね、あの、日常に潜む罠が。武器が手強いです。そうなんだよ。ここをね、ちゃんと踏み落とせると、マジでお金の循環めっちゃ良くなっていくんで、うん、これはちょっと練習してみてほしいな。日常で練習できるから、これは本当になんかスーパーでもコンビニでもあのトライできる練習じゃないですか。自分がお金を払うときとか物を買うときのその感覚。うん。だからなんかこれはなんかちょっと踏み落としてみてほしいな。これだけ全然変わるんですよね。本当にお金の入りが。ナナさんがいらっしゃるんですね。ナナさん？コメントでナナさんが。ああ、吉ナナさん。はい。すごい。この間はホナミンで、今回はナナさんでありがたい。インフルエンサーの皆さんが。あ、本当だ。なんか4000人。あら、ありがとうございます。ゲリラなのに。なんかゲリラライブなのに、すいません。ありがたいな。なんか。前回もちょっと触れたところなんですけど。うん。転職をするときに、うん、あのワクワクを取って転職をしたいと思うけど、周りの反応を考えるとドキドキしちゃいます。うんうん。ゆうちゃんだったらどうしますか？転職の話？そうですね。いわゆるワクワクっていうところで、周りを気にするのがいいのか、しない方がいいのかっていう。ああ、いや、転職、ちょっとまあ、お金にか、まあ、まつわるものではないかもしれないです。うん、まあ、まつわるってまつわるかな。まあ、どっちでもあれなんですけど、まあ、転職するときとか、別に私は周りの反応は気にしないです。うん、あの、前回の動画でもね、お話しさせていただいている部分なんですけど、あの、私自身は、あの、その自分自身のその歩む道っていうものをこう変えるっていう時に、そこに行くっていうことに本気で自分が、おー、なんか楽しそうって思ったりとか、何か、なんか自分の中でここからなんか変わんのかなっていう感覚がその瞬間に見れたら、私は周りに何と言われようと行きます。うん。で、行った先で後悔するときもあるんですよ。あるんだけど、でも、あの、なんだ、今もお話をさせていただいたのもそうだし、まあ、その、前回の動画でもお話をさせていただいたように、あの、その時に発した波動を信頼してば、してれば、絶対に、その行った先で後悔したっていう現象を見たとしても、絶対そのステップが必要なステップとなって、あの、素敵な展開に転じるんですよ。うん。
そう。なので、じゃあ転職するっていう、その、なんていうかな、それを自分が決めたときに、わあ、どんな感じになるんだろう、わ、楽しみっていう感じになってて、で、それで周りから反対されて、なんかシュンってなるときもありますけど、シュンってなって、行かない方がいいのかな、とかって思うみたいな。お父さんはこうやって言ってるし、お母さんはこうやって言ってるし、で、友達はこうやって言ってるし、でも私は行きたいんだけどな、みたいな、そういう感じになるっていうのがあったら、私は、なんていうかな、この心を優先して、まずはこう動く。うん。皆さんには、本当にアドバイスいただいて、本当にありがたいと思ってるんだけど、でも、ちょっと進ませていただきたいですって、っ自分自身の人生を、自分で、ちゃんとこう、ハンドルを握ってね、自分自身の人生のそのハンドルをしっかりと握って、自分で、まずは歩んでみたいっていうことをちゃんと周りのアドバイスをしてくださった方にはお伝えして、そしてとりあえず進みます。それはやっぱりもう感情とその波動を信頼して、だって自分がウキッとしたりワクッとしたんだったらそれは絶対にゴーなんで、なんでまずは行く。でも行った先で、実際にあれ来ない方が良かったかしらみたいな、あらみたいな、あららみたいな、あれこの間まですっげーワクワクしてたけど、なんかすごい人間関係とかボロボロだけど、あれみたいな時とかあるわけですよね。うん。なんか、あと、思ってたより待遇良くないとか、みたいな感じになって、ちょっとなんか、悲しみみたいな、すごい悲しみみたいな感じになったりとか、することもあるんですけど、でも、それは、でもその時に発してて、やっぱり波動をちゃんと信頼して、まあ、そこのステップがあって、じゃそのあれっていうところで、じゃあこっちかなっていう感じで違うその方向を見た先で、うん、その、なんていうか自分がその時にすごいワクワク、当初ワクワクしてたその波動のその恩恵がそこで見れるっていうことが起きたりするんで、別にそのあれって思った時にも、そんなにさほど落ち込まないで、単純にじゃあ次はどこに私は進むんだろうっていう感じで、またワクワクしながらこう過ごすっていう、そんな感じですね。うん。そうすると面白い展開が次の時とか、またその次の時とかで、本当にこれが、発してた、この波動の恩恵がその後来ますから。うん。だからなんか、私はなんか転職とか、なんか自分自身が行きたいって、思ったっていうタイミングがあるんだったら、やっぱりどこまでも自分の心を信頼して、うん、そのままちょっと自分を信じてあげて、動いてみてほしいなっていうのが回答になります。うん。ありがとうございます。はいはい。1時間くらいお話ししたか。そうですね。今ちょうど1時間ですね。うんうん。じゃあラスト1個くらい。なんかあれだね。思ってたよりお金の質問で、だったね。ずっと。そうですね。ね。ほんと。やっぱお金の話みんな好きなんですかね。まあでもお金好きか。お金好きなの大切ですからね。うん。ちーさん、アーカイブお願いします。うん、これアーカイブ残しますよ。うん、ちょっと最近ね、本当に久しぶりずつでしか配信ができなかったりしてるから。うんうん。お金大好きですのコメントが。いいですね。お金大好きです。素敵。言えるの大切ですからね。お金好きって言えるのすっごい大切だから。なんか、一昔前はお金が好きって言ってると、なんか、はしたない人って言われたり、なんか、がめつい人みたいな感じで言われたりとかっていうのがあったかなって思うんですけど、いや、でも、お金、まあ、お金が全てじゃないけれど、でも、お金がないと生きていけないのは間違いないじゃないですか。うん。で、まあ、実際、お金っていうものに溺れるっていうのもおかしな話だし、そうやってなんか欲深くなるっていうのは絶対にならないでほしいなって思うし、私自身もそれは絶対にならないようにっていう意識はもちろん持つんですけど、でもやっぱりお金っていうものと仲良くしたいっていう思いがあるのは別に普通のことだと思うんですよね。うん、だってそれがあると自由に動けたり、自分自身が、なんていうかな、じゃあじゃあ大切な人にプレゼントを送れるっていうことがあったり、あとはじゃあ自分自身にもプレゼントを送るっていうことができたりとか、うん、自分にも周りの人にも優しくなれるっていうツールであることは間違いなくって、うん、やっぱりそのお金っていうものが、ない状況だったり、自由に使えないっていうところで、本人はもともとはそういう気質じゃないのに、イライラしちゃってるっていう方とかいらっしゃるじゃないですか。なんか、ご本人はもともとはおそらく相当優しい方なんだろうなとか、本当はそのなんていうか、こんなにきつい言い方をする人じゃないんだろうなっていう方でも、ちょっとそういう部分、そのお金とのお付き合いがうまくできてないっていう状態で、周りに嫌味なことを言っちゃったりだとか、あとはなんかその人の悪口言っちゃったりとか、実はそのお金に実は
一番枯渇してるのに、そこっていうものを見ないふりして、まあ、なんかそう、職場でいろんな人に蹴散らしたりとかしてる人もやっぱいるわけじゃないですか。それがすごいもったいないなって私は思っていて、うん。それだったらちゃんとお金っていうものをちゃんとこう得るっていうことが、一人一人でできたら、やっぱりそれは、なんていうか、本当自然と優しくなれるんですよね。不思議だけど。うん。お金が全てじゃないけど、でもないならないで困るじゃんっていうところがあるから、だからなんか私自身は皆さんにはお金っていうものと仲良くお付き合いできるようになっててほしいなって思うし、そしてお金っていうものが好きだよって言える人っていうのは、お金っていうもののエネルギー、そのお金というエネルギーがすごく好かれる方が多いんで、うん。ぜひね、なんていうかお金好きだよって言えるそのスタンスは、うん。今後もずっと、持っててほしいなって思います。うん。いいですね。松田敦史さん。敦史さん。お金と友達になる。そう。大親友になってください。本当、大親友。まあ、一番は自分と大親友になることが大切かなって思うんですけど。うん。まあ、でも、あとは、なんか、その、やっぱり仲良くなりたいって思うエネルギー体とは大親友になってほしいですね。うんうんうん。ぜひぜひ。ちなみになんですけど、うん、今電子マネーとかもあるじゃないですか。うん、電子マネーとかクレジットカード。うん。っていうので使うのもお金を使うのも同じ。同じ。ですよね。うん、同じ同じ。あ、そうだね。結構聞かれるね、それ。実、お金っていうものが、今は、なんかその、なんていうんだ、その姿を持たずに、やり取りされるものだったりとかするから、なんかそのお金っていうものに対しての、その、なんか、なんだ、擬人化してみるっていうのがちょっと難しいっていうのはあるかもしれないんだけど、なんていうか、私はお金っていうものもそうだけど、お金だけじゃなくて、すべてのエネルギーを擬人化して見てる人なんですよ。うん。なので、だから仲良くなりたいっていうのがあるんですけど、なんか、別にこういうお水もそうだし、じゃこういうボールペンとかもそうだし、こういうスマホとかもそうなんですけど、どのエネルギー体っていうものにも、自分自身が愛を持って接しているっていうことができると、そのエネルギー体からの、やっぱり恩恵っていうのがあるなっていう印象があるんですね。うん。なので、私自身はそのお金っていうものも、じゃあ実際にそこには、こう姿形がなくっても、でも実際に、じゃあその、じゃあ何かお支払いするときに、カードで支払うっていうときにも、実際に姿はそこにはなくっても、目には見えてないけど、存在してくれてるから、お支払いができてるわけじゃないですか。だからなんか、可視化はできないけれど、でも友達っていう感じで私は接してます。うん。だから大好きですって。普通に言えるし。まあでも私はお札とかは基本的には、定期的にちゃんと下ろしてきて、一緒にお風呂入ってますけどね。うん。うん、これは前から私の配信を見てる人だったら結構知ってると思う。私がお風呂、諭吉と混浴してるって。諭吉と混浴してます。うん。それで、こう、ある程度綺麗に洗って、で、なんか、こう、乾かしてあげて、で、結構話しかけるんで、私。お疲れ様ですとか言いながら、お疲れっすみたいな。洗うと結構汚れがやっぱりきますねみたいな。出てきますなとか言いながら、じゃあこれね、これちゃんとちょっと洗いますからねとか言いながらね、こう洗って、それで、乾かして、で、自分のお財布に入れるっていう感じにしますね。そうそうそう。雪地と混浴結構おすすめですよ。雪地と混浴するとね、まあでも、諭吉だけじゃないんですけどね。他の方のお名前なんだっけ？野口さんとかだっけ？ね、野口さんとか。私は小銭も一緒に入れるっていうか、桶あるじゃないですか、桶。お風呂の桶。このお風呂の桶に、なんだ、皆さんを、まず入れるんですよ。うん、こうやって、小銭とかもその時に、じゃあ今日はお金を洗う日にしようっていう風にしたら、その時に お財布に入っているお金っていうものをすべてこのお風呂の桶に一回こう入れて、で、これでジャブジャブこうやってしたりとかして、で、一回こう洗うと、だいたいちょっと汚れが浮いてきたりとかするんで、で、何回かこうすすいだりとかして、で、ちょっと綺麗になってきたあたりで、こう、皆さんにプールを泳ぐかのようにこうやってこう泳がせるみたいなことをしてみたり、こんな、とかしてみたり、こう、綺麗に洗った後、で、なんだ、この、ゆきちさんとか、その、じゃ、野口さんとか、あの方々、お札ですね。お札って濡れると、壁にペタって貼り付いてくれるんで、そう。なので、そこでこう、こうやって、お疲れ様です、とか言いながら喋ってます、こうやって。こう、並べながら。
や、これは昭和何年に作られたということは何年でございますね、年齢は、とか言いながら。っていうことは何人の方の手に渡ってここにいらっしゃったのか。いやー、それはそれは本当にお疲れ様です、みたいな感じとか。で、よく話してます。もう本当にね、旦那さんにドン引きされますよ。こういうことやってると。旦那さんと、まあ、一緒にお風呂入ったりとかするじゃないですか。その時とかに、もうなんか、純ちゃん、なんなんそれとか言われたりとかして。まあでも一緒に洗ってくださいよ、さあさあとか言いながら、なんか、どこかの本当になんか、どこのアキンドみたいな感じだけど、さあさあ、旦那さんとか言いながら、旦那さんにも洗わせて、さあ、こちらに貼っていただいてとか言いながら、ほらほらとか言ってやるんですけど、でも結構、そうやって仲良くするっていうことを、実際にやるようになってからの方が、やっぱりお金の周りが良くなったのも、これもやっぱり一つの、私は、こう、なんていうか、そのエネルギーからの、なんか、受ける恩恵かなっていうか、仲良くしたいっていう愛が伝わってるのかなって思うような展開がよくあるんで。なので、こう、まあ、お金が欲しいからやってるっていうよりは、なんか、それがあるから本当に生きれてるんで、真面目な話で。だから、ただ、お礼を言いたいっていう、そんな感じですね。なんか、お金が欲しいからやるっていうよりは、なんかね、やってもらったらわかるんですけどね。なんかやっぱ人の顔が書いてあるからなのか、いやでもそのエネルギー体だけでも、なんかね、こう一緒にお風呂入ってて擬人化してみてると、なんか人のようにやっぱり感じてきて、なんか愛おしくなってくるんですよ。だからなんか本気でこう、お疲れっすっていう感じの言葉がこう出ちゃうんですけどね。うん。でもなんかそれが、会ってからの方法が、やっぱ、うん、なんか仲良しだなって感じますね。うん、だからちょっと、諭吉と混浴とか、お金さんたちと混浴っていうのも、気が向いた方はね、やってもらったらいいんじゃないでしょうか。うん。ぜひぜひ。じゃあちょっと長くなっちゃってるから、今日はこのくらいにしとこうかね。そう。愛と感謝ですね。久根さん。そうですね。そう思います。本当に。電車で見てると変人になってしまうとか言っても、電車の中で見ると確かになんか結構、私の配信って電車の中とかで見ない方がいい噂出てるんで、見ない方がいいかもしれないです。私別にそんなに笑わせようと思ってるつもり全くないんですけど、結構なんか笑えちゃう時があるみたいで、なんかあんまり群衆の中であんまり見ない方がいいかもしれないです。結構なんか笑いこらえる機会が多いから、なんかあんまりこう、外で見ない方がいいみたいなことをたまにコメントいただくんで、電車の中で笑いこらえるの大変でしたみたいな、コメント結構いただくことがあるから、そう、あんまり外で見ない方がいいかもしれないです。笑わせてるつもり全くないんですけどね。いや、真面目な話で。超真剣に言ってんですよ。そう、なんでなんだろう。どうして？どうして？まあでも、まあこれはフォトンなんだよな。フォトンの話。まあいいや、ちょっと話がそれちゃうから。まあ、じゃあそんな具合で、ちょっと今日のね、お話は、まあ基本的にはちょっとお金っていうものがたくさん入ってくるっていう、そういう流れを作るときにはこういうことをしたらいいんじゃなかろうかっていうか、そういうことに気をつけてみてもらうと展開変わると思いますよっていうお話でした。うん。で、まあ一応その質問っていうところはね、どんなものでも受け付けますっていう感じだったんですけど、なんか終わってみたら結局、なんかね、まあ転職の話にもあったけど、でもあれも結局はお金の話に繋がったりするから、ずっと思うんですけど、ぜひ、お金っていうものが、こう、もっともっと入ってきてくれたら嬉しいなというか、なんか、なんとなくこう、お金と仲良くなりたいって、さらにね、今以上に仲良くなりたいと思う方は、ちょこちょこ、ちょっとね、なんていうか、この配信も見てみてください。うん。で、前回にも言ったんですけど、こういう配信は、聞き流してる方がいいです。うん。必死になって聞こうとしない方がいいです。すいません、ね。聞こうとしないって言っちゃった。聞き流しですね。さーって。うん。お金っていうエネルギーっていうものも、やっぱり豊かなエネルギーで気が軽いものなんですよね。そして私も結構気軽に喋ってるっていう、その周波数、その振動数でキャッチしていただいた方が、皆さんお一人お一人に必要なその情報がパッと入ってくるんで、なんとなくラジオの感覚でバーっていう感じで、こうなんとなく聞いてると、あ、そういうことねって、じゃあそれちょっととりあえずやってみようっていう感じの、ほんと必要な情報がパッと入ってくるんで、うん。でも、その周波数、振動数を理解してないと、必死だって、お金が入るためには、何みたいな感じになっちゃって、全然そのお金とか、ここで、走ってるその振動数ってものと違うところ
からそれをキャッチしようとして、なんか、この人が言いたいことよくわかんないんだけどっていう感じになっちゃうんですよ。振動数近くないと、話っていうのが噛み合わないっていうことが起きるんですね。うん。だからそれだともったいないから、なるべく聞き流しでさーみたいな、さーっていう感じでこう聞いてると、一番、なんだ、必要な情報っていうものがキャッチできると思うんで、なんとなく気軽に、うん、聞き流す感じで、この配信もちょろちょろ見てみてください。じゃあ、そんな具合で、本日のお話は以上となります。また、ちょっとね、なんていうか、良きタイミングを見て、またゲリラ的に、こういう感じでお話というか、また質問会になるかなって思うんですけど、それをさせていただこうとは思いますんで。うん。まあ、ちょっとね、ゲリラだから、いつっていうのは言えないんですけれど。うん。まあ、でも、結構大切なお話、結構今日もポイントになる話、結構、ぶっこんでるんで、いろんなところで。そう。なので、ちょっと何回かちょっと聞いてもらった方が分かりやすいかなとは思うんで、うん。ぜひぜひ、ちょっと聞いてもらいながら、また次回も、もしもタイミングが合いそうな方は、こう遊びに来てください。まあでもアーカイブでね、見てくださる方もいらっしゃると思うんで、その方々もありがとうございます。じゃあ、また、次回ですね。じゃあまた次回、どっかのタイミングで配信します。ありがとうございました。ゆきちと混浴とかめっちゃ買ってる。ゆきちと混浴、ぜひ、やってみてください。ありがとうございました。またいつかっていうか多分数日後かな。わかんないけど。配信します。ありがとうございました。